何を迷ってんだよ、ジャック・ラッスル。同じ団に属する者は家族だろ。もう騎士じゃないけど。とにかく、あの様子じゃリドリーが心配だ。追っかけよう。急ぎ足なんだよ、ジャック。どうした？話が終わっちゃいねえぞ。俺たちは家族だって言ったろ、ジャック。お前のピンチは俺のパンチじゃねえ。何言ってんだ俺。とにかく俺はお前と一緒に行くぜ。か、勝手にしろ。ああ、勝手にするぜ。勝ってないぐらい勝手にするぜ。なんだよ、今の面白かったろ。無理すんなよ。あれはリドリー様。よっしゃ！ 3、 3、 4、
よーし。よーし。地の谷のドワーフを殲滅し竜を撃ったというのですか。となるとライトエルフが黙ってはいませんね。彼らとの衝突も避けられないでしょう。奴らは人間を目の敵にしていますからな。交渉決裂といえど武力行使は浅はかでした。しかも騎士団にも甚大なる損害。全てはこのダイナスの責任です。過ぎたことはもういいでしょう。人間と他の種族が覇権をめぐり剣を交えることを想定はしていました。はあ。それより不足だったのは竜の出現です。ダイナス、古い伝承を知っていますね。塔の頂き、天をつくとき竜を現れこれを崩すですか。ええ。その竜がなぜ今出現し、しかもドワーフについたのか、私がわからないのはそこです。ドワーフが飼いならしていたのでしょう。竜といえども所詮は獣です。確かに強力ですが、私、いや、我々に倒せない相手ではありません。だとするとこれからの対策は。ライトエルフと他の竜の出現に備え、ヘレンシア砦の警備を強化しましょう。手ぬるい！あまりに弱腰です、将軍。妖精など一気に叩き潰せばいいのです。竜を撃った我々にもはや不可能はない。伝承によれば竜はあと2匹。その全てを相手にできますか。私にお任せください、ラクス様。この剣にかけまして。いい加減にしろ、クロス。思い上がりも甚だしいぞ。弱腰の将軍様はどうぞ後陣で警備でもなさっていてください。なんだと、貴様。ダイナス、クロス、うちは揉めをしている時ではありません。ドワーフとチリューを倒したことで妖精たちは苛立っています。我々は何が起こったとしても王国を守らなければなりません。王国を守ることはひいては人間を守ることなのです。とすれば竜との戦いもやむを得ません。それが騎士団の務めでしょ、ダイナス。しかし先の戦闘で騎士団は大損害を。とてもこれ以上の進撃は。悠長なことは言っていられません。脅威は風虫の谷まで迫っています。風虫の谷ですか。ルシオン殿の情報によるとそこに風流がいるようです。風流か。飛んで火にいるなんとやらだ。ダイナス将軍、風流討伐を命じます。クロスと共にこれを殲滅しなさい。はっ。必ずや討ち取ってみせます。はっ。Thank you.
大変だ。一大事だ、ロシオ。頼む、なんとかしてくれ。どうされました？リドリーが家出したのだ。リドリー様が？あいつの部屋に行ったら、もう戻らないという書き置きがあった。わしはどうしたらいいんだ。どうすればいい、ルシオ。ご安心なさいませ、ジャスネ様。すぐ衛兵に探しに向かわせましょう。ちゃんと連れ戻せるのか。さあ、ご自室にてご安静に。すぐに朗報をお届けいたします。本当か。すぐだな。約束だぞ。ええ、お任せください。うむ、では、わしは部屋で待つ。ということは、リドリーの覚醒が進んでいるということか。急がなければ。よっしゃ！ヒッセイ！